はいみなさんこんにちは。みーちゃんのつぶやきです。今日はコストコのデリカの新商品、バーベキューチキンウィングの紹介をしたいと思います。値段は量り売りの商品になりまして、100g あたりは188円で、僕の買ってきたのは2072円でした。これなんですけど、これデリカの新商品で、ちょっと前のメールマガジンでも、こんな感じで紹介してまして、 マカラのリブソース。ぜひ店内出来立てをお召し上がりください。なんて書いてありまして、新しいデリカ出たんだと思って、このデリカなんですけど、ホットデリカと言いまして、ロテサリーチキンだとか、ビーフガーリックライスだとか置いてあるあったかいエリアっていうんですかね。あったかいまんま置いてあるデリカの商品で、これはカーネバと思って買ってきました。じゃあ早速見ていきましょう。 蓋を開けると、こんな感じで、焼いた手羽元にソースが絡めてある感じで、でもなんかそんなにベタっとした感じではなくて、焼きながらハケで塗ったようなソースって感じですよね。いや、もうこんがり焼けて美味しそうですよね。数えたら手羽元が21本入ってました。ちょっとお皿に出してみたのがこんな感じなんですけど、手に持っても、 多少はつくんですけど、そんなベタベタつく感じのソースではなくて、パラッとした感じのソースでした。いやー美味しそうですよね。それで僕はこれをオーブントースターで5分ぐらい焼いて温めて食べました。そうするとこんな感じで、ちょっとソースが溶けたような感じになります。もともとそんなにカリッとしてるような商品でもないんで、電子レンジでも オーブントースターでもオーブンでもどれで温めても美味しいと思います。それで味の方なんですけど、まずこのリブソースっていうのがコストコオリジナルのバーベキューソースみたいでトマトピューレとかベースのソースみたいだったんですけど、ローストした手羽元にソースを絡めるというよりも、ハケで塗るようなサラッとしたソースっていう感じで味の方は アメリカの代表的なバーベキューのソースのように甘酸っぱい感じではなくて、どちらかっていうとトマトベースではあるんですけど、照り焼きのような甘じょっぱい感じのソースでした。それでサラッとしたソースで、先ほども言ったんですけど、ハケで塗るような感じのソースだったんで、 甘じょっぱい感じなんですけど、さっぱりした感じに仕上がってて、なんかいっぱい食べれちゃうなーっていう感じのソースでした。それと、隠し味程度なんですけど、ちょっと辛さもあるんですね。僕なんかは言われなきゃ気がつかないぐらいのレベルの辛さなんですけど、お子さんのところだとちょっとピリッとして辛いって言うかもしれないなーっていう感じがしました。それでごちそうさまということですね。 今日はコストコのデリカの新商品バーベキューチキンウィングの紹介をしましたすごいサラッと仕上げた感じのローストした手羽元にサラッとした感じのソースでどちらかっていうと日本人好みにさっぱりした感じに仕上げてますんで僕なんかいくらでも食べれちゃうなって感じの美味しい手羽元でしたんで皆さんもよかったら一度お試しくださいチャンネル登録いいねとよろしくお願いします 今日はこれで失礼します。ありがとうございました。